皆さんこんにちは。フィリピンラボ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピンの情報についてお伝えしていきます。フィリピン国内ではですね、ここ数日でですね、自家用車の中でのルールとして、マスクをつけること、そしてチャイルドシートをつけることという異なる2つの話なのですが、それぞれ大変な混乱をフィリピン国内に引き起こしていますので、本日はそれについてお伝えしていきたいと思います。まずはマスクですね。数日前、通称 LTO と呼ばれているフィリピンの陸運局があるんですけども、陸運局が自動車内に運転手が一人しかいない場合は、マスクは不要であるということを明言しました。はい、この論争もあったんですね。フィリピンでは GCQ と呼ばれている一般的なコミュニティ隔離が実施されるにあたり、陸運局がですね、すべてのドライバー及び乗客はマスクを着用するっていうことをですね、ガイドラインに書いていたんですね。それでは一人の時とか、自家用車の時で乗員、同じ家族が乗ってる場合はどうするのかという質問が多く寄せられていたそうです。そこで今回、運輸省と保健省が最近になって共同声明を出しました。ポイントとしましては、一人で自動車で移動する場合は、運転手はマスクを外しても良いと。そして運転手と一緒に同乗者がいる場合は、これはですね、同じ世帯の人であるかどうかには関係なく、車内のすべての人がマスクをですね、適切に着用することが義務付けられると。そういうふうに共同声明を運輸省と保健省が出したんですね。これでまたフィリピン国内がですね、いろんな声が当然湧き起こります。この動画を撮影している現時点では、まだ共同声明の段階であって、まだ法律にはなっていないため罰則はないんですが、これに罰金がつくという話もあれば、いや罰金はつけなくていいんじゃないかという話もまだ議論中の段階ですね。これに対して、前回の大統領選にも出馬していたグレース・ポー議員という女性の議員がいるんですけれども、政府のコロナウイルスの対策委員会に対してですね、社内でのマスクの着用というのを同じ家庭からの同乗者に義務付けるという方針を再考、再び考えるように求めています。で、このポー議員はこう言ってるんですね。この命令は本当に馬鹿げているし非現実的であると。そのようにですね、保健省と運輸省が新しいルールだという声明を共同で出した後にすぐにこのようにポー議員は声明を出しています。そしてですね、このポー議員は車は家族で暮らしている家の延長線上にあるようなものですと。車内に見知らぬ人がいない限りは車は家族のプライベートな空間であると考えることができると。もちろん公共交通機関や相乗り、誰か他の人との相乗りではマスクの着用は義務付けられるべきですが、同じ世帯のメンバーを乗せた自家用車の中ではマスクは義務付けられるべきではないというふうに述べてるんですね。はい、私もこれはおっしゃる通りだと思います。やっぱり同じ家族でいて家ではね、マスクしてないのに、車で行こう、どっか移動しようと。まあ移動先でモールとか行く場合はそこではまたマスクとかフェイスシールドとかフィリピンではつけますけれども、車内ではいいんじゃないかなとも思うんですけれども、まあただあれですね、これをじゃあマスクの義務化っていうのが法律化されて、それじゃあチェックポイントで車をいちいちあなた同じ家族ですかっていう、同じ家に住んでるんですかってチェックしていくのも大変なのかなとも思ってしまいます。まあ、このグレース・ポー議員はですね、公共サービスに関する上院委員会の議長でもあり、2月9日の上院の公聴会でこの新しいマスクをつけるというルールについて説明するように関係者に求めているそうです。なので今後また変化があるかもしれませんね。ということで一つ目がマスクの話でした。そして変化といえばですね、チャイルドシートです。こちらもね、本当に大混乱を引き起こしていまして、こちらはですね、2月2日から罰金が課されるという話もですね、出回っていたんですね。もう買ってしまったという人も多いのではないでしょうか。2月1日の報道で、大々的にですね、2月2日からチャイルドシートが義務付けられると、もう Facebook とか SNS 上でもすごい拡散されていたんですね。で、フィリピンの各地ではチャイルドシートの争奪戦がそれで起きていました。オンライン上でもですね、品切れになるという現象も起きていましたね。
2月2日から法律が実施され、もしチャイルドシートなしで子供を乗せていた場合、罰金が科されるということでしたので、実は私もですね、赤ちゃんがいるので、慌ててですね、SM モールに買い物に行きました、仕事の後。そしたらですね、実は1週間前にも見には行ってたんですけども、あ、どれがいいかなと、あ、いくらぐらいだね、だいたい良さそうなので、で、価格も低めなのが6000ペソ日本円で、まあ1万2、3000円ですかね、それぐらいのがあったんで、今度買おうかと、まあ法律のことは何も知らないときそう思ってたんですね。じゃあもう法律が実施されて罰金もなるからということで、早速買いに行こうと仕事の後に買いに SM に走りに行きましたら、もうですね、やっぱりもう争奪戦が行われた、やっぱちょっと遅かったですね。後でもう高いものしか残ってなかったんですね。もう置いてあったのがちょっと品質もどうなんだろうと思うので、もう1万ペソ以上して、これはと思ったらやっぱ2万ペソ以上してたんですね。海外からの輸入品でした。なので私は泣く泣くですね、ちょっとそこまで出して買うのはなっていうので、また別のところで探そうと思い、その日は諦めて帰ったんですね。で、こんな私もそうだったんですけれども、やっぱり新聞の紙面上でもですね、いろんな人の体験が載ってまして、例えばですね、公立学校の教師、マニラで先生をしている人は、3人の子供のためにチャイルドシートを探さなければならなかったと。しかし彼女はそれがあまりにも高価、値段が高くて、このパンデミックの間にですね、家庭の予算も厳しいですと。その中で、彼女のような中流階級の家族に追加の経済的負担になるっていうことがですね、新聞上でも載せられていました。またオンラインショッピングはですね、普通モールとかで買うよりも安くなってるんですけども、それでも3500ペソか7000ペソぐらいで安くて、それぐらいで載っていたんですね。その価格帯のものでも、やっぱり買うのが大変という人がたくさんいたようですね。で、オンラインのショップでもやっぱり海外のもので高い、いいものとなると2万5000ペソもするということも書いてあります。で、フィリピンは子だくさんの家もまだまだたくさんありますから、普通に3人の子供がいてもですね、やっぱ2人、3人のうち2人、チャイルドシートをつけなくちゃならないという家庭もあったりもするんですね。まあそれ以上の家庭もあると思うんですけども、まあ、フィリピンの法律でですね、自動車における児童安全法というのがあるんですけども、それにはですね、身長が 149.86cm 以上の子供はチャイルドシートが免除されると。通常のシートベルトをかけて良いとされているんですね。で、それ以下となるとチャイルドシートをつけなくてはならない。それで具体的にはということで法律がですね、実施されるとなっていたんですけども、やっぱりもうあまりにも高価高値で、特に今はパンデミックに突入しているので、もう厳しいと、毎日の生活ですら厳しいのに、ここで子供のために高いチャイルドシートを買わなくちゃいけないっていうのは本当に大変だという声がもうフィリピン中から湧き起こったんですね。フィリピン大学マニラ校の保健政策開発研究所による研究ですと、2017年にリサーチがなされているんですが、フィリピンのチャイルドシートの平均価格は5000ペソだったそうです。これ17年自体の研究ですね。で、この5000ペソというのはやっぱり中流階級、フィリピンの中での中流階級にはやっぱり高いですよね。で、しかも今回のように急に2月1日にバッと急にもう明日からだって言われても、いきなりは買えないよという話ですね。2017年に行われたリサーチレポートの中でですら、やっぱりですね、チャイルドシートの法律を作るときは国の社会経済状況を考慮すべきであるという一文も書かれているそうです。さらに、このフィリピンのチャイルドシートの供給とか流通におけるプレイヤーの数を増やすことで価格を下げるべきであるということも言及されているそうです。また同じ調査上でですけども、市場に出回っているチャイルドシートの大半は、適切な情報、適切な認証分類やそのマークというのがないということも指摘されているんですね。まあ、政府が決めた安全基準を満たしたモデルを買わなくちゃいけないって、そういうことも決められているので、はい、今回その認証がどうなんだろうということで購入を見送った人も多くいるそうです。その規格外のチャイルドシートの使用や販売というのも新しい法律の下では処罰の対象となるということも結構ですね、SNS 上で出回っていたんですね。まあそうなるとは思うんですけれども、なのでどれを買ったらいいんだという、そういった混乱もありましたね。ちょっと具体的に言いますと、例えば身長が 83.82cm より低く、体重が0から 13kg の生後0から15ヶ月の子供は、後ろ向きのチャイルドシートを使用しなければならないと、こう寝るようなタイプですね。で、後ろ向き、進行方向とは後ろ向きの、それを利用しなければならないと。また15ヶ月から4歳までで、身長が 68.5 センチから132.08cm、そして体重が9から36キロのお子様は前向きのチャイルドシートを利用するようにって、そういう風にも決められていたりもするんですね。
で、これは実は国連の規則の中でこういうふうに決められているものでして、で、フィリピンの法律では通商産業省にこの国連の基準に従うこととされているんですね。で、この法律なんですけども、2月2日から実施されることになってはいたんですが、運輸省がですね、やっぱりこのパンデミックなので、まずは今後3ヶ月から6ヶ月間は、違反者に罰則を課すことはなく、キャンペーンを実施すると。チャイルドシートをつけましょうねという、そういったキャンペーンを行っていく期間とするということが発表されています。また、議員さんの中には、これをただ3ヶ月から6ヶ月延長するだけではなくて、1年間しっかり延長して、今パンデミックでもあるし、ちゃんと法律を吟味しろと、中身がまだちゃんと決まってないのもあるんじゃないかという声も出ていますね。そしてこれに関する公聴会というのも2月10日に行われるそうです。はい。2月9日はマスクについて、そして2月10日にはこのチャイルドシートについての公聴会が行われるということで、まだまだ議論が続きそうですね。まあ、今回パンデミックだからということで、法律の実施、まあ罰則を課されるのが延期になりましたけれども、やっぱり今パンデミックの中で、そもそもですね、今フィリピンで敷かれている規制の中には、15歳以下は基本的に外出禁止となってるんですね。なのでフィリピンの学校も対面授業は行ってなく、オンラインで行ってますし、というのでそもそも赤ちゃんも含めて子供はモールの中にも15歳以下は入れないということになってますので、外出自体が少ないと。まあ本当に必要最低限病院に行くとか、家族で田舎の方にもしかしたらリラックスしに行くっていうパターンもあるかもしれないですけど、はい、そもそも子供が基本的には外出禁止されている中ですし、やっぱりパンデミックで経済も本当に落ちてしまって仕事がなかったりとか、給料が減ったりとかいう中で、新しくこのチャイルドシート、しかもまあ安値で買えればいいですけど、結構な高値でフィリピンの中流階級が手を出すのも大変な価格帯のものをですね、いきなりつけろって言われてもやっぱり大変なのかなと思います。はい。ということで今日はですね、マスクについてとチャイルドシートについて、フィリピン国内でですね、着用義務、または設置義務というのがつけられるという話がわっと巻き起こって、いや、実はまだっていう、そういった混乱が起きているということをお伝えしました。私の動画ではこのように、フィリピンの情報、または私が住んでいるダバオの情報についてお伝えしています。はい。もしこの内容がいいと思われた方は、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。また、このような内容を発信していけますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。